一方、港区では高層マンションの非常用発電機の燃料を水上から補給する防災訓練が行われました。震災の発生によって停電が起きたときに非常用発電機で発電し続けられるマンションを目指そうと、燃料を積んだタンカーからホースで直接給油する訓練が行われました。タンカーに積まれた90キロリットルの燃料は7日間毎日8時間の発電量、合わせて8000世帯分にあたります。非常用発電機の燃料供給は消防法により場所や量が決まっていました。しかし東日本大震災の後に一部特例を認める仕組みができ、今回はその許可を求めての訓練で東京消防庁の職員も立ち会いました。僕たちは次に燃料だけじゃなく水食料も、倒壊の危険がなく揺れに強い水上備蓄っていうものも次のステージとしては目指そうと思ってます。訓練の主催者は今後は安全性の確認など細かい審査を経た上で来月中に許可を得たいと話していました。